昔カーサービスとトライチでコラボしたジャケットだったり、これも思い出で飾ってます。ここにいつも靴をしまってます。ビュースクエイクは8人組で組んでて、おーい、こんにちは。橋本圭と申します。カーサービスのディレクターと、あとユースクエイクに所属していて、普段は PR 会社勤めてます。ここ実家なんですけど、まだ実家としてはまだ3年半しか住んでないんですけど、今まで住んできた実家の中では一番過ごしやすいかなっていうところで、すごい気に入ってますね。あと部屋が一番今までで広いです。気に入ってるものは見えるように配置して、洋服いっぱい買っちゃうんで、とりあえず洋服もなんか見えるように棚に並べてって感じですね。倉庫っぽい感じをイメージしてるかもしれないです。ここが玄関なんですけど、実家の玄関なんで家族のものがいろいろ共有されてる感じで、僕のスニーカーだったり上着は全部部屋に置いてあるので、実質僕のものが一切ないっていう。あ、唯一結構スニーカー好きなんですけど、靴箱だけ自分のが多いです。なんか限定のスニーカー買った時とかは靴箱取っておきたいんで、部屋ずっと邪魔になるんでここに何も言わないで置いてます。手前からなんですけど、これが一応全部雑誌と DVD と CD、ここもちょっとここだけなんですけど、8割父親の私物で、昔のそうですね雑誌が結構あるんですけど、リラックスマガジンとか、なんか今きっと逆にすごいリラックスマガジン盛り上がってるのかな。なんかちょっと前にパルコでポップアップやってたり、今もうない雑誌なんですけど、昔のカルチャー系の雑誌ですね。あとスタジオボイスとか、実際これ僕のじゃないんですけど、生まれた時から父親が集めていた雑誌なので、これは僕高校生ぐらいになった時からずっと読ませてもらってて、すごいいい資料というか勉強になりました。基本的に聴く音楽がオルタナティブとか、あとヒップホップ、すごく大きく言うとやっぱストリートカルチャーがずっと好きですね。で特になんか西海岸のカルチャー好きで、まあカリフォルニアのすごいミクスチャーな感じがずっと好きで、より年を重ねるにつれてその気持ちが大きくなっていくというか、これとかめっちゃ見てほしい、すごいです。これ確かこれは俺が生まれた1996年のファイン、今出てるファインとも全然違うんですけど、これとかもめっちゃ面白いですね。あとワープもあるわ。ビースティーボーイズ表紙の創刊号、1996年、これとか僕まだ1歳とかの時に出てたやつなんですけど、そうですね、父親が集めてて感じです。あとは自分とか親父が好きな映画とか CD、 あとスケートのビデオとかサーフィンのビデオとかですかね。まあ、強いて言うならザ・ウォッシュとかかな。スヌープとドレ出てるめちゃくだらない映画です。こういうのめっちゃ好きですね。フィギュアもいるぐらいなんで結構好きです。あ、こっちの VHS の方が好きな作品多いかも。ちょっと友達に借りてるやつとかもあるんですけど、画質の荒い作品が好きです。アナログのものが好きかもしれないですね。棚の上が結構お世話になってる方々からいただいたものだったりが多いです。ベルディ君のナイキ SB とか、あと新宿のジャックポットってセレクトショップが、アデューってフランスのレザーシューズのメーカーと別注出した時のブーツ、あと俺たちがユースクエイクで一回オーリーの表紙やらせてもらった時の色香をいただいて飾ってます。ユースクエイクはタメのやつら8人組で
組んでて、まあもともと友達同士でみんなで紹介し合って仲良くなったメンバーで、10代後半から20代前半ぐらいでめちゃ夜遊び行ったりとか一緒に行動してたメンバーで、ちょっとクリエイティブなことしてみようってなって、最初に夜パーティーのオーガナイズをみんなでやってたんですけど、なんかもっとものづくりしてみたりとかいろんな表現方法を試してみようって言って、22、23歳ぐらいの時から本格的にユースケクって名前で活動し始めたのかな。直近だと去年の12月に原宿のプラグってギャラリーで大きいポップアップをやらせていただきました。その時にいろいろ別注で物出したりして、あ、ちょうどこのトートバッグがその時に作った、あのメディコムトイさんのレーベルでファブリックっていうライフスタイルの雑貨出してるレーベルがあるんですけど、そこと一緒にトートバッグを作りました。これトートバッグ以外にもあと10種類ぐらいアイテム作ってて、トラベルポーチとスリッパと、あとペンケースとか、ペンケースとかも出してます。もう完全使っちゃってますね、自分たちが便利すぎてめちゃめちゃいい感じです。このレインコートがオーリーのカバーになった時にみんなでお揃いで着ようってなって、それぞれにいろんな場所に入れて着たやつですね。なんかこの水筒とかは、みんなのと韓国のバランサ、みんなのが池の上にあるショップで、バランサは釜山を拠点にしてるアパレルブランドって言ったらいいんですかね。両者ともにめちゃくちゃお世話になっていて、あとこれもかマロ、あのメンズのシャンプーのメーカーなのかな、ベルディ君がコラボした時にこの中にタオルとシャンプーが入っていて、パッケージがめちゃくちゃ可愛かったのでそのまま飾ってます。これ東京ビタミンとボーイズイントイランドっていうブランドがコラボした時のアイテムです。これもちょっともったいなくて開けれてないです。これなんか友達が格闘技用のウェアのブランドやってて、それのグローブで、このグローブに描いてある絵がいつもこのブランドのグラフィック描いてる堀市の男の子の絵で、あとこれがフリーダムシングスって言って沖縄拠点でなんかいろいろ雑貨作ったりしてる先輩のブランドなんですけど、トレーニングデイって映画のシーンを切り取って自分で木切って色塗ってって言ってて、これめっちゃ可愛いです。洋服もちょっと近いんですけど、友達とかのブランド、お世話になってる人のブランドから自分で買ったものとかもいろいろあります。これサウンドスポーツっていう後輩がやってるレーベルです。ブランドじゃないんですけど、なんかミックス出したりとかよく夜イベントやったりしてて、すごい仲のいい後輩の子たちがやってて、いつもかっこいいクリエイティブやってる子たちです。これかなり初期の T シャツなんで大切に取っておいてます。あとこれもか、ここら辺も面白いかな。これあのユースクエイクの同じクルーメイトのボビーってやつがいるんですけど、ボビーとクリエイティブドラッグストアラッパーのビム君がやってるクルーのコラボの T シャツですね。何年か前にクリエイティブがポップアップやった時に限定で発売された T シャツです。でこれ神戸のアンディってラッパーのT シャツです。この T シャツも最高にかっこいいです。この T シャツイーチメイクスっていう大阪のクルーが作ってて、ワナスタジオっていうシルクスクリーンのプリントスタジオがあるんですけど、なんかそこの子たちとかで構成されてます。この T シャツもまあまあ古いやつかな。なんかこれいつか友達の T シャツの図鑑みたいの作れたら面白いなって思います。タトゥー彫ってもらってる中目黒のタトゥースタジオの T シャツです。これもすごい可愛い。タトゥー彫りに行った時にいただきました。タトゥーはいろいろ入ってるんですけど、割とポップなタトゥーが多いかもしれないです。ちょっとタトゥー見せるのが恥ずかしいんで、僕と仲良くなったタイミングで、酔っ払ったらタトゥー見せちゃうかもしれないんで声かけてください。あとこれか、これも東京ビタミン、あのさっきの赤いカップのとシャーマーって先輩がやってるブランドのコラボですね。大阪のイマジンってセレクトショップでポップアップやった時に作った T シャツかな。これめっちゃかっこいいですね。下の靴は
奥から、ブローム、東京のレザーシューズのメーカーなんですけど、僕ずっとブローム大好きで、ちょっとルームシューズっぽいこのコーデュロイのローファーが定番のモデルなんですけど、どうしても別注してほしくて、別注してくださいってお願いして、でさっき説明したユースクエイクのボビーのシンボルロゴであるピルと、あとカーサービスのアウトラインの刺繍を甲に入れていただいて、ボビーとカーサービスとブロームのトリプルネームで、今年の3月の終わり、4月の頭に発売しました。これはめちゃめちゃいい思い出です。なんかカーサービスでも初めてフットウェアをリリースできました。ここのパイピング、アウトライン、このパイピングの部分が全部リフレクターになってて、反射すると光るようになってます。なんで安全でチャリンコ乗る時とかにもいいっていう感じですね。カーサービスはなんかブランドっていう風には言ってなくて、ちょっとすごいややこしいんですけど、自分はカープロダクトのレーベルとしてやっているつもりで、ただのアパレルブランドというよりかは、まあ、車、カーカルチャーと自分のライフスタイルだったり、まあ、ファッションの部分をいろいろクロスオーバーできるブランドっていう認識でやってます。若い子に車乗ってほしいなっていう、まあ、ただそこだけの気持ちでやってますね。なんかこれからはアパレル以外の動きもやっていきたいなっていうふうに思ってて、最近だとカーキャスティングって自分で勝手に名付けちゃってるんですけど、ビジュアルだったり、MV とかの制作案件で車のキャスティングをさせていただいてて、リクエストが来たら結構自分の周りに車乗ってる仲いい子が多くて、その子たちにお願いして一緒にやろうって言ってっていう動きだったりとか、ただアパレル出してるだけじゃ面白くないんで、なんかベースに車あるんで、もっと車活かせる事業的なのをどんどん増やしていきたいなっていうふうに思ってます。このブーツがちょっとゲットしたばっかなんですけど、あの先ほど言っていた新宿のジャックポットで販売しているアワーレガシーのカミオンってブーツで、これ形めちゃめちゃ良くて一番今お気に入りですね。履きまくってます。短パンにも合うし、合わないパンツないです。ターミネーター、これもこのブーツもなんですけど、誕生日プレゼントで、みんな自分がスニーカーとか革靴好きなの知ってるんでもらいました。これめっちゃかっこいいですね。結構今ジョーダン1とダンク履いてる子多いんで、相手のここでターミネーターはめっちゃクラシックだしいいなと思います。しかもこんなに状態のいいターミネーターはあんまり今出回ってないんじゃないかなっていう。このラグがさっき紹介した水筒の同じブランド、サウンドショップバランサー、これ韓国から送ってもらいました。ラグなんか勝手に増えちゃうんですよね。なんか可愛くていいですね。2000年代にめちゃめちゃ流行ったブランドで、なんか今リブランディングしてるのかな、でまた復刻みたいな感じでラグ出してて、この水玉のキャラクターと炎のキャラクターで2種類いて、確かスケートブランドだったかな。これボットって僕専門学校の時の同級生がやってるブランドで、仲もいいしお世話になってる友達のブランドです。めちゃめちゃ今自分たちの周りだと一番勢いあるブランドなのかな。すごい尊敬してます。ここら辺はもう好きなものですね。 LA のすごいチカーノのカルチャーをテーマにしたフィギュアがあって、ホーミーズって言うんですけど、6体セットとかパックで売ってるんですけど、それのポスターで LA のカーカルチャーですごく重要なこのローライダーっていうのがあって、これはもうショーカーで、この車のシートがトランプになってたりとか、もうこれもフルでミューラルっていう塗装をしてて、もうドアの開き方とかももう全部変えてますね。これ商用で出る車で、でこれ自体はローライダーマガジンっていう雑誌の付録で付いてるポスターで、ローライダーに履かせるワイヤーホイールのメーカーの広告のポスター、これを先輩からもらったんですけど、ああそうだ、あったわ、ホーミーズの、これなんかホーミーズのキッズバージョンで、
こいつらの子供時代のめっちゃ可愛いです。で、あともう一体ストックがあります、スヌープのフィギュア。これ友達が誕生日プレゼントでもう一体くれて、この裸で飾る用と綺麗に保管用で2つ持ってます。ベルディ君と一回カーサービスでT シャツを作らせていただいたんですけど、それの原画です。もうこれは絶対に離せないものですね。で、隣がさっきラグで紹介したボットのデザイナーのテートが俺宛てに絵を描いてくれて、めちゃめちゃ大切な作品です。この2つは引っ越した時に真っ先に飾りたいなと思ってます。シュプリームとホットウィールのコラボのミニカーです。これはすぐ買っちゃいました。車も結構父親の影響でちっちゃい頃から好きで、すごいミニカー買ってくれる父親で、それでですね、あと親父が結構いろんな車を乗ってたんですよ、僕がちっちゃい頃に。これシークレットベースっていうフィギュア出してるメーカーさんのフィギュアです。こっちがベルディ君が描いてるビッグってキャラクターのフィギュアで、これフィリックスです。フィリックスめっちゃ好きで、フィリックスが好きすぎてちょっと見せますね、タトゥーも入ってます。で、このシークレットベースなんですけど、ベルディ君に紹介していただいて、カーサービスでもコラボで一回フィギュアを出させてもらいました。サウンドショップバランサー、さっき言ってた韓国のブランドがフレンズ&ファミリーでなんかバンズ出して、それも送ってもらいました。なんかもったいなくて、これ履けなくてすぐ汚れちゃいそうだからずっと飾っちゃってますね。これいつ下ろそうか悩んでます。そう、ここにいつも靴をしまってます。基本的に普段僕が履く靴っていうのがスニーカーだとローテクしか履かないんですよ。あんまりハイテク系のスニーカー履かないんですけど、見てわかるようにコンバースとかバンズとかアディダスリーボックでも割とソールがぺったんこなクラシックで昔からある定番のスニーカーしか履かないので、あえてここのロッカーにぎゅうぎゅうに詰めて、なんか型が崩れたりボロボロになってもかっこいいんで雑に扱ってます。カリフォルニアのカルチャーが好きなだけあって、インスピレーションを受けるのがロサンゼルスだったりっていうところで、基本的にチームもののキャップをかぶるときに LA のチームのキャップしかかぶらないようにしてて、今かぶってるこれもレイダースってチームなんですけど、全部 LA のチームものになってます。ひたすらに LA ものを集めるっていう、これもちょっと通ずるものなんですけど、あの佐藤製薬の佐藤子のドジャースのコスチュームしてるやつが3000円以上買うとフィギュアついてくるみたいので、別に欲しいものないのになんか3000円ぐらい買ってこのフィギュア買いました。かわいい。こっちがなんか自分が集めてる本とかですね、カーサービスのブックの写真とかを一応撮っといてます。広い家に引っ越した時にちゃんと額装したいなと思ってます。基本的にカーサービスのビジュアルに関してはスタイリングとディレクションは自分で入って、あとカーサービスのメンバーあと3人いるんですけど、まあ4人で考えつつ、あれもそうですね。パルプはリニューアルオープンのイベントでユースクエイクでポップアップやった時に知り合って、よかったらやってみませんかって感じで、自分も今までにないチャレンジだったんで引き受けました。すごい楽しいです。いろんなポップアップの打ち出しやらせてもらってて、すごいいい経験になってるし、周りのフックアップにもつながってるのかなと思うので、これからも続けていきたいです。ちょっとこれもまた車の話になっちゃうんですけど、ムーンアイズっていう車のアクセサリーとか出してるメーカー、今横浜にお店があります。95年生まれなんですけど、俺95年の時のカタログを先輩からいただいて、これがもうめっちゃ中身がすごい自分好みな、ホイールとかもめっちゃ好きなホイールが多い、あとレイアウトとかフォント使いとか、もうなんかこの出てる
アクセサリー以外の部分、この本一冊がもう自分の中ですごいツボすぎて、めっちゃカーサービスでもインスピレーションになってますね。なんかこういうもの見るとやっぱ自分の好きなものって、この自分が生まれた90年後半、特に西海岸っぽいヤシの木生えてそうな感じのカルチャー好きなんだなって、やっぱこういう雑誌に出会ったりすると年々強く思いますね。好きなものがなんかちょっとずつ確立されているなというか。お香を結構焚きますね。これデイリードーズって大阪のめちゃめちゃ好きな古着屋さん、超かっこいい先輩がやってるんですけど、スタッフの子たちも僕と結構世代近くて、みんなおしゃれな子で、大阪行ったら絶対遊びに行ってるんですけど、そこのお香立てです。クッション、これユースクエクで前に出したクッションです。ここら辺は普通になんかプレゼントでもらったり自分で買ったりした。これユニクロで出たカウズとスヌーピーのやつですね。これ村上隆ので、これ普通にカーミット、これな何でもないぬいぐるみですね。でこっちがあのさっきのクリエイティブドラッグストアの枕と、あとこれがドジャースのキャップの形になってるクッションです。なんかこれとかさっき紹介した LA もののキャップを、ハーマーズっていうヴィンテージのベースボールキャップをアメリカから仕入れて、ウェブサイトで販売してる後輩の子がいて、その子が結構、K君 LA もので超やばいキャップ入荷しましたっていう連絡くれて、そこのルートで買ってます。今最近またオルタナとかパンクとか、中学生の頃にヒップホップと平行線で聴いていたちょっと激しいロックだったりっていうのを最近聴くようになってて、ハードコアパンクなんですけど、ターンスタイルっていうあのボルチモア東海岸アメリカので結成されたバンドがあって、その人たちが超かっこよくて、最近その人たちの音楽をひたすらに聴いてますね。机はちょっと急ぎでなんか IKEA の適当なやつ買っちゃって、ステッカーで埋め尽くしたらどうにかなるんじゃねえかっていう感じで、今までのいろんなステッカーが貼ってあります。もうこれはもうジャンルレスに本当いろんなステッカーが、友達のとかでもないです。ここにあのクーちゃんいたりするんで、芸人のいろんなステッカーがありますね。これなんかちっちゃい頃からずっと家にあるぬいぐるみですね。自分の名前が入ってます。これちょっと何なんだろう。とりあえずずっと俺の部屋にいますね。一番長いですきっと、ずっと一緒。広島行った時にカープのなんかキャップ買って、カーサービスって書いてるのかぶせてます。アウター類ですね、さっきの洋服と別で。昔カーサービスとトライチでコラボしたジャケットだったりっていう感じであります。あと結構古着買うことが多くて、スタジャンとかがめっちゃ好きなんですけど、こういうこれはちょっとテディジャケットっぽい感じですね。これも古着ですね。アルマーニジーンズ。基本的に冬は丈が短くてワークジャケットっぽい形が好きで、なんでこういう短丈のジャケット羽織が多いです。左側が東京ビタミンのかなり前の T シャツで、これ俺今でも着たいんですけど、着すぎちゃってめちゃめちゃ汗臭くて、あの飾ってます。で右側の T シャツはなんかエアブラシで描いたこのさっき言ってたローライダーのホイールの T シャツで、これもなんか車のショーの T シャツで、これも1995、俺と生まれた年が一緒。なんかバーベキューカーショーみたいな、めっちゃ可愛いです。これも着れるんだったら着たいんですけど、ちょっとサイズ感が大きいので飾ってます。ここももうあのさっきと同様、自分が集めたりもらったりしてるちっちゃいコレクションたちだったり、ユースクエイクで出したフリスビーとか、あとまたこれも LA ものなんですけど、ボットのテートが LA 行った時に買ってきてくれたお土産で、これあのナンバープレートにつけるフレームでドジャース仕様になってるっていう、これめっちゃ可愛いです。これは自分がアメ車乗る機会あったらつけたいなと思ってます。ここら辺がエアフレッシュな
車のルームミラーにつける芳香剤なんですけど、結構くだらないやつがいっぱい出てて、ステューシーから出てたり、シュプリーム、あとフーターズ、ドルサツとか、こういうくだらないものが好きです。ついつい集めちゃう。でこれがインアウトバーガーのカップのアンテナカバーで、車のアンテナにつけれるようになってます。ベアブリックと、純稲川漫画家の、あとアーティストのコインパーキングデリバリーがコラボした時のベアブリック、この間いきなりくれてめっちゃ嬉しいですね。こういうのも、これね、20歳ぐらいの時の自分と父親です。当時サイラスっていう UK のスケートブランド、僕販売員やってて、その時になんかサイラスの T シャツを2人で着て撮ったスナップの写真で、これもすごくいい写真だったのでもらいました。これ自分が集めてるなんかプラモデルもらったり買ったりって感じですね。これ誕生日に後輩の子がくれて、そのまま付箋貼ってます。でこれおもろくて、これも一見あのプラモデルに見えるじゃないですか。これエドロスっていう絵描きの人が、ラットフィンクっていうなんかアメ車と怪獣みたいなのを作ってて、もうほんとすごい昔のアーティストさんなんですけど、その人が一時期このモンスター T シャツってシリーズ出してて、これ中に T シャツ入ってるんですよ。こんな感じで神戸行ったら絶対に行くエポックっていう古着屋さんにまさかのあって買っちゃいました。レコードも聞いたりします。ちょっと最近聞いてないんですけど、普段ストリーミングでしか聞けない最近のラッパーのバイナルをあえて買ってこっちで聞くみたいな。ポスター類はステューシーのビジュアルめっちゃ好きで、それで貼ってますね。特になんかこのもうわけわかんない感じが好きで、すごい型にはまったビジュアルもあって、そっちもかっこよくて好きなんですけど、もう全然テイストどういうことなんだろうこれみたいなのがめっちゃ好きですね。あとリバーフェニックスがめっちゃ好きで、これちょっとアーティストさん忘れちゃったんですけど、結構すごいブラックジョーク聞いてていいなっていうので貼ってます。きっとこれ銃で殺しちゃってアメリカの社会問題をポップに表現してる感じがアメリカらしさだなっていうかで貼ってますね。でこれがドリームチェイサーって、ビム君とカズマ君の MV にユースケークのメンバーとかで出演した時に撮ったポスターですね。最後に写真撮ったのかな。これも思い出で飾ってます。もっとミニマルで、でもなんか自分の大切なものはいい感じに飾ってっていう家にしたいので、次もぜひ取材お願いします。逆に今の動きをもう10年20年と止めずにやっていきたいし、友達と仕事することってすごく大変なんですけど、それを続けてなんかみんなで東京のシーン盛り上げていけたらいいなって思ってますね。ファッションウィークがパリなのが悔しくて、俺は東京でできるような環境をみんなで作れたりしたらいいなって思いますね。もっと海外進出していきたいなって思ってます。